ルシウスって何なの？やっぱり防戦一方じゃなくて、こっちからガンガン攻める方が性に合ってるわ。張り切るのは勝手だが、足手まといにだけはなってくれるなよ。兄さん、一緒に戦うんだからそんな言い方しなくてもいいじゃない。ごめんね、フィーナちゃん。はいはい、大丈夫大丈夫、そういうのはフィーナちゃんの活躍を見れば言えなくなるから。おい、見ろ、ゴブリンたちがワイバーンに乗って攻めてきたぞ。迎え撃つ、行くぞ。撃ち落とすフィーナちゃんの活躍っぷりは。俺の方が3匹多く倒しているぞ。ちょっと待って、仲間の気空艇がゴブリンたちに分断されてどんどん離されていってる。おいおい、なんだかやべえ感じになってきてねえか。もうすぐ着陸地点だが、だいぶこちらの戦力が削られたようだな。あいつの首を取って奴らの根城への土産にしてやる。行くぞ、ティナ。はい、援護します。待った、そいつは私の獲物だ。皆さんがいれば私たちの隊は大丈夫そうですね。怪我はありませんか？一番乗りだね。さっさと合流地点に行って休憩しようよ。他の隊の皆さん無事だといいですね。他の隊の心配より自分の心配をしたらどうだ。それに敵地で休憩などと考えているとはおめでたい頭をしてるな。兄さん、ここはアッキどもの住処だ。奴らを殺したくてうずいている。休憩などする時間も惜しい。おいおい、こいつ大丈夫かよ。何をボケットしている。ティナ、先を急ぐぞ。あ、兄さん、待ってってば。ティナの兄貴はさ、なんであんな感じなわけ？兄さんはね、ああ見えてちょっと人見知りなだけで、本当はすごく優しいんだよ。まあ別にいいんだけどさ、なんかここに来てから妙にギラついてるし。
やたらゴブリンに執着してるみたいだし、何か因縁でもあるの？私と兄さんはね、ゴブリンを倒し続けることが生きがいなんだ。復讐なんだ、ゴブリンへの。そうなんだ。なんか大変そうだね。おい、変なこと聞いてんじゃねえよ。そんなこと言ったってしょうがないじゃん。ティナ、敵が現れたぞ。援護を頼む。うん、今行くね。みんな、怪我はありませんか？かすかに感じます。星晶獣の力を。この島の地面の底からすごく穏やかで、今はまだ眠ってるみたいです。当たりだな。あとはクーズの手がかりになるかどうか。なになに、さっき言ってた光の巨人ってやつ？キャキャー、光の巨人だと？人間、光の巨人奪いに来た。え、ゴブリンさんたちも光の巨人を知って？無駄話している暇はない。さっさと奥を目指すぞ。乱戦は避ける。先行して敵の懐に入り、悪鬼の王の首を取る。必ず俺がこの手でな。兄さん、ゴブリンのボスを一気に倒すってわけね。そういうの嫌いじゃないよ。よーし、それじゃあまずはあそこの壁になってる奴らを叩くよ。一応ここが仲間たちとの合流地点だな。案の定まだ誰もいねえけど。先を急ぐぞ。やっぱり仲間の皆さんを待ちませんか？待たんと言ったはずだが。でもゴブリンさんの数も多くなってますし、いつどんな危険が起こるか。ならば俺とティナだけで十分だ。腰抜けどもはここで座っていろ。そんな、いくらルシウスさんが強くたってそんなの無茶ですよ。ねえティナさん。ええ。兄さん、この辺で一旦休憩しない？そうだね。合流地点ってだけあって見晴らしはいいし、急に襲われるってことはないっしょ。ちっ。あ、
ちょっと、兄さんどこに行くの？ルシウスを追いかけるぞ。みんなの言う通り、私たち二人だけじゃ多分無理だよ。母さんの仇のアッキどもの根城は目前だ。これが冷静でいられるか。兄さん浮き足立ってるよ。このままじゃ勝てる者も勝てないよ。我らの故郷を襲ったアッキどもに同じ苦しみを与えてやる。絶望にあえぎ心が砕ける時まで俺の剣は踊り続ける。何をブツブツ言ってんのよ。よっぽどゴブリンに因縁があるみたいね。地形を調べたけどさ、あっちにいる奴らさえ叩いて陣取れば安全に休めそうだよ。ね、兄さん休もう。今日だけで随分戦ったし、ちょっとでも休んでおかないと。ティナ、わかった。よーし、そうと決まりゃ、あそこの敵を片付けちまおうぜ。みんな、怪我はありませんか？オッケー。あ、じゃあここで休もうか。トカゲはあたりを見張ってなさいね。おいらがかよ。いいけど、後で交代してくれよな。お待ちどうさま。夕食の準備ができたよ。美女二人が作ったごちそうだから心して食べてよね。サバイバル料理だけどさ。わあ、美味しそうなスープ。二人ともすごいです。わあ、こりゃ大した腕前だぜ。冷めないうちにどんどん食べちゃってね。で、ルシウス兄貴は一人で離れて座ってるけどさ、何なの？シャイなの？ああ、うん。兄さん、一人の方が落ち着くみたいで。私、兄さんのところにご飯を持っていくね。それにしてもよ、他の仲間が来ねえよな。まさか、全滅ってことはないよな。確かに。他の皆さんが心配ですね。ん？今茂みで何か動かなかったか？出てこい。敵？暗がりで見逃したか？誰か助けてくれ！おい、どうしたんだ？そんなに慌てて。ゴブリンが。落ち着いて。ゴブリンがどうしたんですか？ゴブリンの集団が野営していた俺たちの隊に急に襲いかかってきたんだ。助けようにも辺りは真っ暗な上にお互いの場所もわからなくて、俺だけ逃げてきちまったんだ。野営だと？そもそもの合流地点はここのはずだが。ルートが分断されていたり罠にかけられて、後続の奴らはバラバラになっちまって消耗しきっちまったもんで、やむなく野営していたんだが、浅はかだった。敵の本拠地で、この暗闇の中は迂闊に動けん。俺たちはここで待機だ。そうだね。明日の朝、みんなで辺りを探索しに行こう。賛成。警備は私とトカゲでやっとくから、みんなは寝ててよね。
フィーナちゃんといるとこっちまで明るい気持ち